日韓大陸法協定とは、1974年1月30日、ソウルで日本と韓国が署名した2つの条約の通称である。正式名称は、日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸法の北部の境界確定に関する協定、及び日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸法の南部の共同開発に関する協定。 1978年6月22日に発行した。北部協定は北緯33度付近から36度付近にかけての両国の大陸方の境界を確定したものである。境界線は津島海峡西水道を通過するが両国の領海規制に対してほぼ中間線となっている。南部協定は署名、批准、発行の日付は 北部協定と同一だが、協会確定を棚上げして、石油、天然ガス資源の共同開発についての未採目に渡り協定したという点が、本質的に北部協定とは異なっている。また、2028年までの50年間の最低効力期間を設けた点も、北部協定と異なる。以上の両協定締結の契機となったのは、1972年5月に、 韓国が日韓中間線を越えて南側の東、シナ海の大陸砲と沖縄州上海盆の一部に独自に航空を設定したことにある。上記の南部協定ではこの区画の所属について交渉を行ったが難航している。最終的に共同開発区域として妥協したものとなっている。共同開発区域が日韓中間線以南の日本側大陸砲に 設定されており、また、当時国交回復前の中華人民共和国の自国大陸法への審判であるとする抗議があり、交渉は右与曲折を経た。その背景には、日本の主張する中間線を原則とした境界策定の考え方と、韓国及び中国の大陸法自然延長論との衝突が内在している。中国が自国の排他的経済水域だと主張する。 九州西方海域で日韓が大陸法協定を結んでいることから中国がこれに反発している。しかし韓国は日韓大陸法協定の海域を韓国単独の EEZ だと主張して2012年に国連大陸法限界委員会に沖縄トラフまでの大陸法延伸を申請した。この海域における EEZ の起点には 日本の取締と男女群島の問題も関わっており複雑化している。韓国の国連への申請は自由であるが EEZ の最終決定と効力発行には EEZ が重複する日本との協議と同意が必要である。ありがとうございます。